犬夜叉は、高橋留美子による日本の漫画作品、週刊少年サンデーにて、1996年50号から2008年29号まで連載された。週刊少年サンデー2013年10号では、東日本大震災復興支援企画、ヒーローズカムバックの一環として最終回の半年後を描いた読み切りが5年ぶりに掲載された。また、 同作品は2013年4月30日発売の単行本3.11を忘れないヒーローズカムバック及び2015年6月発売のワイド版犬や叉30巻に収録されている。第47回小学館漫画賞受賞。2020年9月時点でコミックスの累計発行部数は5000万部を突破している。戦国時代を舞台にした汎用。 犬や舎と女子中学生、カゴメを中心とした一行が四魂の玉のかけらを探す旅に出る冒険活劇。攻撃的な描写の多い作品であるが、ギャグの融合もある。作中では、時の流れも非常に明確で、最終回の後日談である特別編を含め、4年半の時間が経過している。2000年には、劇団新幹線とパルコの、 共同プロデュース公演として舞台化。犬や社役は佐藤敦弘、好評で終わり、翌年2001年には再演も行われた。テレビアニメは2000年10月から2004年9月まで、読売テレビを制作局として、日本テレビ系列で単行本第1巻から第36巻までをベースとした犬や社が放送された。また、 劇場版は東方により4作が上映された。原作完結後、単行本第37巻から第56巻までをベースとした犬夜叉完結編が日本テレビ系の一部系列局にて2009年10月から2010年3月まで放送されていた。2020年5月9日、摂生丸と犬夜叉の娘たちを主人公とする。 続編アニメ、汎用の夜舎姫が、読売テレビを制作局として、日本テレビ系列で放送されることが発表され、同年10月より放送されている。戦国時代の日本、あらゆる願いを叶えるという宝玉、四魂の玉をめぐり、人間と妖怪の争いが続いていた。四魂の玉を守る巫女、卑怯は、汎用、犬夜舎と心を通わし愛し合っていた。しかし、 罠にはまり、お互いに裏切る。気は頭を奪った犬や者を最後の力で封印し、自分もまた力尽きる。遺言により、四魂の玉は気境の亡き柄と共に燃やされ、四魂の玉はこの世から一度は消え去った。そして五百年後の現代、神社の娘、日暮しかごめは15歳の誕生日に神社の祠にある古びた井戸から、 戦国時代へとタイムスリップする。そこは犬夜叉と気境の争いから50年が経過した時代であった。気境の生まれ変わりであるカゴメの体内から再び4、魂の玉が現れ、犬夜叉は蘇る。そして玉をめぐって、妖怪たちが動き出す。戦いの中で4魂の玉はとんでもない、ハプニングにより無数のかけらに飛び散った。 4魂の欠片を集めるために旅することになった犬や社とカゴメ。最初は嫌々だったが、二人は次第に惹かれ合っていく。その旅の中で、50年前、犬や社と奇境を罠にかけた、長本人、奈落の存在が明らかに。二人は奈落を追う中で、旅の中で出会った小狐妖怪尻宝奈落に呪いをかけられた、講師魅力。 妖怪退治やサンゴの仲間と共に宿敵奈落を倒すため、玉の因縁を断ち切るために戦っていく。妖刀宝具その他2000年から犬夜者というタイトルで、2009年から犬夜者完結編というタイトルでテレビアニメ化された。4作目を除いてキャラクターデザインに元橋秀幸が参加しており、テレビアニメ本編とは印象をことにしたデザインで描かれている。 初演2000年4月から5月にかけて劇団新幹線パルコプロデュースで上演再演初演が大好評に終わり翌年の2001年1月から2月にかけて再演スタッフと主なキャストは初演と同じ2002年11月21日にこの公演の DVD が発売されている映像特典として 2000年初演映像が収録されている。原作との相違点カゴメが戦国時代へ来て初めに出会う仲間が魅力になっており、言霊の年次は彼からもらう。カゴメが未来人と認識されている。サンゴは登場しない。尻尾は妙画の弟子になっており、関西弁で喋る。裏と逆髪のケツラ、雷獣兄弟が奈落の配下になっている。 奈落のイントネーションがアニメと異なる。尻尾の父を殺したのは、裏塔。その毛皮も裏塔が身につけている。蘇った気境に四魂の玉のかけらが取り付けられた。2017年、ゴールデンボンバーの木屋武豊の主演により、舞台化。4月6日から15日まで、東京、天皇図銀河劇場で上演。6月2日、 CS 放送富士テレビ2で放送されることが決定した小学館コミック以下の出展は小学館コミック内のページ。書始情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。